今日から俺の両親と姉を養うんだよ。え、状況がつかめずに私は固まっていた。そんな私を気にも留めずに当たり前のように家に入ってくる義両親と義姉。そこで私ははっと我に返った。こんなこと認められないわ。そうかよ、嫌なら離婚だな。そう言って勝ち誇った顔をする夫だが、夫はまだこの事実に気づいていない。え、もう離婚済みだけど。え、私の名前はのぞみ、36歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して5年になる。彼との出会いは仕事関係だった。彼は営業マンで、よく私が働く会社に営業に来ていた。熱意を持って自社の商品を説明し、契約をもらおうと頑張る姿に私は感心していた。私は他部署の人間だったから直接話したことはなかったのだが、営業に来て一生懸命に説明をしている姿はよく見ていた。だから彼のことは真面目な好青年という印象だった。そしてある日、私は就活生向けの企業説明会のイベントに参加をしたのだが、その時になんと隣のブースが彼のいる会社だったのだ。その時にお隣さんでもあり、彼はよく営業に来ていたこともあって、私と他の社員とを交えて話をしたのが、初めて彼と知り合いになったきっかけだった。そしてそのまま一緒にみんなで飲みに行くことになり、そこでいろいろとお話をした。彼は私よりも3歳下で、出世をするために毎日頑張っているそうだ。私はなんだか波長が合うなと感じていた。また彼も同じことを思っていたのか、私に連絡先を交換したいと言ってきた。連絡先を交換後、私たちは定期的に仕事後に会うようになった。そして休日もデートに行くようになり、少しずつ距離が縮まっていき、彼と付き合うことになったのだ。それから順調に交際を続け、私たちは1年半ほど付き合った後に結婚することになった。私は彼との結婚生活は、きっと楽しいものになるだろうと思っていた。結婚式を挙げて新婚生活が始まったが、最初はとても幸せだった。だがそんな中でも、少しだけ最初から不満に思っていることがあった。それは家事についてだ。夫はやったことがないからといって、一切家事をしてくれないのだ。ねえ、ちょっとだけでいいから、掃除を手伝ってくれない？いや、のぞみがしてくれた方が早いよ。そんな、結婚当初は新婚での幸せもあったからか、夫が家事ができないと言っても、ものすごく不満に感じていたわけではなかった。実際、私自身料理は好きだったし、自分のペースでやっても夫は特に文句を言ってこなかったからだ。だが結婚して1年ほどが経ってから、別の問題が出てきた。それは義両親の存在だ。義両親は会うたびに私に対して、いろいろとプレッシャーをかけてくる。特に多いのが子供を早く産めという圧力だ。のぞみさん、いつになったら私たちは孫の顔を見られるのかしら。もう結婚して1年が経ったぞ。まだ1年しか経っていないというのが正しいと思うのだが、義両親は私の年齢のこともあり、早くからプレッシャーをかけてきた。あなた、もう32歳なのよ。いつ産むの？いや、今でしょ、とは言えないだろう。そんな簡単に子供ができたら苦労はしないんだから。高齢出産なんて許さないからな。今がギリギリの年齢だ。そう言って圧力をかけてくる義両親。最初の頃は夫は私をかばってくれていた。母さんも父さんも、あんまりきつく言わないでくれよ。妊娠は夫婦の問題なんだしさ。そんなにプレッシャーをかけられたら、俺も困るよ。夫がそう言ってくれたので、義両親はそれからというもの、そこまでしつこく孫の顔を早く見せろとは言わなくなった。だが義実家には面倒な人がもう一人いた。
それは義姉のゆかだ。義姉は早くから結婚をしていて、舞という娘もいた。自分に子供がいるからと、義姉は私に対してよくマウントを取っていた。のぞみさんはいいわね。そうやって自由に働くことができて。私は舞の世話が大変だから働くなんて無理なのよね。のぞみさんも子供ができたら、働きたくても働けない状況になると思うわ。あ、でも全然子供ができる気配がないんだっけ。早く孫の顔をお母さんたちに見せてあげてよね。私ばっかりが娘を連れて顔を見せに行かなきゃいけないから大変よ。義姉はそうやって子供がいる自分の方が上だと主張してきた。義両親から私がプレッシャーをかけられているのを知ってて、そういうことをしてくるのでたちが悪い。だがこの頃はまだ夫が私の味方をしていたし、そしてまだまだ新婚だったので、必要以上に落ち込むようなことはしなかった。しかし、それから2年ほど経っても子供はできなかった。だんだんと義実家からの当たりも強くなっていく。まさかここまで子供ができないとはな。長男の嫁なのに情けない。こんな人を嫁にもらった正人がかわいそう。そうやって義両親と義姉は私のことを罵倒してくる。そして夫も少しずつ義実家の人たちの影響を受け始めたのか、私に対して彼らと似たようなことを言うようになった。俺ももう少し早く子供ができると思ったんだけどな。もうちょっと頑張ってくれよ。まるで私だけが悪いみたいな言い方をされて、私はとても悲しかった。夫婦での問題だと義母に言ってくれた夫は、一体どこに行ってしまったのだろうか。私はそうやって義実家の人に責められて、とても肩身の狭い思いをしていた。だが夫は二人の時は普通というか優しかったので、私はとりあえずは結婚生活を続けていた。そして私はできる限り義実家の人たちには関わらないようにした。というのも、義姉一家が義両親と同居を始めたからだ。ただでさえ一人一人が厄介なのに、全員が揃っているところに飛び込むなんて、死にに行くようなものだ。だから私は正月も盆も、決して義実家には行かなかった。そのことについて夫とは少し揉めたこともある。なんで俺の実家に行かないんだよ。だって、私を寄ってたかって責め立てるのが目に見えてるからよ。そうやって言わないでくれよ。母さんたち寂しがってるぞ。のぞみがなかなか顔を見せに来てくれないって。絶対に寂しがってないと思う。そんなことないって。じゃあ絶対に私に対して孫はまだかとか罵倒したりプレッシャーをかけることを言わないようにさせて。ええ、そう、そんなの心配しなくても言わないって。実際に言われてるから会うのが嫌なんじゃないのよ。ちゃんと私が安心して家を訪れられるようにしてから誘って。そんな私が頑なな態度を取るので夫もそれ以上は言えずにいた。こうして私は自分自身で平和を取り戻した。それからは義実家の人たちに縛られることなく好きなように生活をし、そして仕事でもどんどん成果を上げていった。そのおかげで出世していき、給料もかなり上がった。給料がだいぶ上がって貯金もかなりできるようになったので、私と夫は家を買うことにした。やっぱりマイホームを持つっていうのは、人生において経験しておいた方がいいと思うんだ。そうね、この部屋も結婚当初から住んでるけど、もう狭いし飽きてきたものね。私たちはすぐに不動産屋に行き、いろいろと物件を見た。そして二人で話し合いながら理想の間取りを考えていき、着々とマイホームを構える準備が整っていった。それから着工に入り、私と夫はウキウキしながら家が完成するのを待った。数ヶ月後、ついに家が完成した。わあ、これが私たちの新居なのね。外観からもう最高だな。
完成した家は予想以上に素晴らしくて、私も夫も感動が止まらなかった。家の中も理想通りで、こんな最高の空間で毎日過ごせるなんて幸せだと思った。私と夫はすぐに荷ほどきをして、引っ越しそばを食べた。システムキッチンだし新しくてとても綺麗だから、ただそばを茹でたりするだけでも料理が楽しかった。やっぱりマイホームを建ててよかった。そう思いながら日々の生活を楽しく暮らしていた。だがまたしても、私の幸せは義実家の人たちによって潰されてしまう。まあ、すごいいい家ね。立派な家を建てたものだ。いいわね。こんな家に私も住みたいわ。舞の部屋も作れるじゃん。義両親と義姉、そして実際になった義姉の娘はまるで自分たちの家のようにはしゃいでいた。私はなんだかすごく嫌な予感がしていた。そして後日、夫がとんでもない行動に出るのだった。どうしたの？その荷物。ある日、夫はいきなり大量の荷物を運んできた。今日から俺の両親と姉を養うんだよ。え？お前もさっさと手伝えよ。状況がつかめずに私は固まっていた。今日から養う。それはつまりこの家で一緒に暮らすってこと。義実家の家はどうしたのだろうか。私は頭の中でいろんな思考が浮かんできて、どこから整理したらいいのかわからなかった。そんな私を気にも留めずに、当たり前のように家に入ってくる義両親と義姉。おい、早く荷物を運べよう。母さんたちに重労働をさせるつもりか。そこで私ははっと我に返った。ちょっと、これどういうこと？養うって何？なんでお母さんたちの荷物を運ぼうとしてるの？私は夫を問い詰めた。すると夫は、面倒くさそうにしながらこう答えた。姉さんが離婚したんだよ。え？離婚？それでもうあの男と暮らしたくないし、それに生活も苦しくなるから俺の家に来ることになったんだよ。話が飛躍しすぎよ。どうしてお姉さんの離婚からうちで同居につながるのよ。そりゃ旦那が出て行って生活費を出してくれなくなったからに決まってるだろ。母さんたちだって年金暮らしだし、実家も古くなってるし、それならこの新しい綺麗な家でみんなで生活する方がいいじゃんか。どこまでも身勝手な夫に私はとことん呆れてしまった。こんなこと認められないわ。だいたい私の意見をなんで聞こうとしてくれないのよ。こういうのはちゃんと夫婦で相談するべきでしょ。だってお前は絶対に反対するじゃんか。そりゃそうよ。私たちがせっかく建てた家なんだよ。同居なんてするわけないじゃない。そんなこと言うなよ。とにかく来ちまったんだから、とりあえずは居候させてやってくれ。そう言って夫はどんどん荷物を運んでいった。私はもう我慢できなかった。こんな状態じゃ結婚生活なんて続けられない。私はもう一人で動くことにした。幸い夫は以前とあるミスをしたのだが、そのことについて忘れているようだ。それから私は離婚についての準備を進めていった。その間、義実家の人たちは当たり前のように私をこき使ってきた。おい、お茶を入れてくれ。のぞみさん、肩揉んでくれる？私、ケーキ食べたいから買ってきて。まるで私を家政婦のように思っている義実家の人たち。今に見てろ。絶対に最後に仕返しをしてやるからな。そして私は少しずつ準備を進めていき、ようやくすべての手はずが整ったので離婚をすることにした。おい、飯はまだか？仕事後に帰宅してきたばかりの私に、そう言ってくる義父。私、帰ってきたばかりなんですけど。ずっと家にいたんですから、お父さんかお母さんか、
それかニート状態のお姉さんが作るべきじゃないですか。私がそう言うと彼らは目を見開いて驚いていた。何を生意気な口を叩いてるのかしら。ふざけるな。どうして嫁にそんな指図を受けなければならないんだ。あんた、いい加減にしなさいよ。顔を真っ赤にして怒る義実家の人たち。いい加減にするのはあなたたちの方だと思いますけどね。人の家に勝手に転がり込んで、まるで寄生虫のように暮らして。寄生虫って。人をバカにするのも大概にしろ。マサトに言いつけてやるわ。ええ、どうぞご勝手に。私が余裕を見せているからか、義実家の人たちは動揺していた。そのタイミングで夫が帰ってきた。すると義実家の人たちはすがるように、夫に私にこんなことを言われたと報告した。は、のぞみがそんなこと言ったのか。そうなのよ。嫁としてありえないでしょ。ちゃんと教育しないとダメだろ。この女を許しちゃダメよ。おい、のぞみ母さんたちに土下座をしろ。は、土下座。どうして私がそんなことをしないといけないの。当たり前だろ。生意気な態度を取ったんだからな。そんなの絶対に嫌よ。そうかよ。嫌なら離婚だな。そう言って勝ち誇った顔をする夫。義実家の人たちも私が土下座をするしかないと思い、ニヤニヤしている。だが夫はまだこの事実に気づいていない。え、もう離婚済みだけど。え、目を丸くする夫。どういうことだ。やっぱり忘れてたんだね。以前喧嘩をした時に記入済みの離婚届を突きつけてきたこと。あなた、俺は本気で離婚していいって思ってるからなって言ってたわよ。録音もしてるから証拠もあるわ。え、あんた本当に離婚するって言ったの。義実家の人たちも夫も衝撃の事実に驚いていた。そんな俺は認めないぞ。俺は本気じゃなかったんだ。そんなこと言ってもちゃんと音声に残ってるから。そして私はついこの間離婚届を出してきたの。それでもこの家にいたのは新しい部屋を探していたのと、この家を売る手続きが完了するのを待っていたからよ。え、この家を売った。ちょっと待ちなさいよ。この家はマサトが買った家でしょ。なんであんたが勝手に売れるのよ。何を言ってるんですか。この家は私の名義の家ですよ。へ、私はマサトさんよりもかなり給料が上ですから。そもそも夫の給料でここまでいい家はローンも組めないでしょう。そんな嘘でしょ。義実家の人たちが夫を見る。夫は気まずそうにしながら視線をそらした。じゃあ離婚したってことは。はい、この家にあなたたちが住む権利はありません。まあもう売ったから全員必ず出ていかないといけないんですけど。そんな待ってよ。私たち実家ももう売っちゃってないのよ。これからどうすればいいのよ。そんなの知りませんよ。実家を売ったお金があるなら別にどこか賃貸を借りることはできるんじゃないんですか。それは義実家を売ったお金がもうないんですか。もしかして不倫の慰謝料の支払いで消えたとか。どうしてそれを。元旦那さんに連絡を取って聞いてみたんですよ。そしたら離婚の原因はお姉さんの不倫だって。また子供も生意気で手がつけられないし、義両親もわがままで浪費が激しすぎて、あの家にはいたくないって言っていました。そこまで拒絶されるほどって相当ですよね。まあ、
私は元旦那さんの気持ちは痛いほどわかりますけど、とにかく今後のあなたたちのことなんて知りません。私はもうほとんど荷物を運び終えていますし、今日中に引っ越しを完了させます。あなたたちも今週までに出て行ってくださいね。じゃないと不法侵入で警察呼ばれて、もっと悲惨なことになりますよ。私がそう言うと、義実家の人たちは顔面蒼白の状態で固まっていた。元夫は、俺を捨てないでくれよ、と言ってすがりついてきたが、振り払って私は家を後にした。元義実家の人たちも急いで荷物をまとめて家を出たらしいが、大人4人に子供1人が住める部屋は家賃がかなり高く、定年を過ぎている義両親も、ずっと専業主婦だった義姉もバイトをしないと生活費と家賃が出せない状態で、みんな毎日ヘトヘトの状態で身も心も疲れきっているらしい。そんな説明とともに助けてほしいとか、やり直したいなどと元夫からメールが来るが、全部無視をしている。私は一人暮らしの部屋がとても快適で、平和で穏やかな毎日を送っている。これからしばらくは仕事に打ち込み、さらに結果を残すことに注力しようと思う。何よこれ。離婚届だよ。どうしてこんなものを急に。お前に遺産を使わせたくないから離婚すんだよ。これで2000万は全部俺のもんだぜ。今まで義母の世話をしてきた私をいとも簡単に切り捨てた夫だが、後悔するのは夫の方だ。離婚届を突きつけてくる夫に、私はにやりとしてこう言った。あなた損したわね。私の名前はのぞみ、35歳の会社員だ。私は現在マサトという男性とお付き合いをしている。私たちはマッチングアプリで出会った。彼は私の2歳下で、仕事はウェブデザイナーをしている。年下だが基本的に落ち着いていて大人っぽくて、それでもたまに見せる無邪気なところが可愛くて、私は彼の虜になってしまった。のぞみの料理、うまいね。お店レベルだよ。本当に？ありがとう。毎日こんな料理が食べられたら幸せだろうな。え、彼はこうやって無意識にドキッとさせるようなことを言ってくる。私は彼とは結婚してもいいと思っている。だが自分からはなかなか踏み出せない。それは私が一度離婚の経験があるからだ。私は約10年前に結婚したことがあるのだが、お互い仕事が忙しくてすれ違いが続いたことや、その時の夫が不倫をしたことがきっかけで離婚した。結婚生活は5年ほど続いたが、あっけなく別れてしまったのだ。それからはさらに仕事に打ち込み、しばらく恋愛をしていなかった。離婚してからあっという間に5年が経ち、そろそろ恋人が欲しいなと思い始めた頃、友人がマッチングアプリを利用して彼氏ができたと言っていたので、私も始めることにしたのだ。利用当初は変な人からいいねがたくさん来たり、明らかに業者だなという人からのメッセージが多かったのだが、その中で少しずつまともそうな人からもいいねが来るようになり、その中でいいなと思ったのが今の彼氏だ。マサトは本当に優しくて、私のことをとても大事にしてくれる。私の仕事が忙しくて、なかなかデートができない時も文句を言わずに、むしろ応援してくれるし、なんなら次のデートプランを考えてくれているほどだ。彼とならきっと、結婚生活も楽しくなるだろうなと思った。そんな中、ある日彼が指輪を渡してきてプロポーズをしてきた。のぞみとは、これからも一緒に生きていきたいと思ってるんだ。だから俺と結婚してほしい。何でもない日だったから、不意をつかれて私はびっくりして固まってしまった。高級レストランとかなら、もしかしてと予想したりできたが、今日は普通に食事をして、天気がいいからドライブをして夜景を見に行っただけだった。たまたま近いからここに来ただけだと思い、
私は特にプロポーズされると予想していなかったのだ。綺麗な夜景を見ながらのプロポーズはとてもロマンチックで、さらにサプライズ感もあって、私はこの上ないほどの幸せを感じた。これからよろしくお願いします。私は照れながらそのように返事をし、私たちは結婚することになった。私は一度結婚していて結婚式を挙げた経験もあるし、彼も結婚式には興味がないみたいだったので、式は挙げずにウェディングフォトを撮って済ませることになった。両家の顔合わせも終わり、新婚旅行に行って私たちは夫婦として一緒に生活をし始めた。新婚生活も最初の方は幸せだった。私が作る料理をいつも美味しそうに食べてくれる夫は本当に可愛くて、夫の笑顔を見るだけでとても癒される。夫にはなんだか構ってあげたくなる不思議な魅力があるようで、私は仕事が忙しくても夫のために家事を頑張ることができた。だが夫と結婚して数ヶ月が経った頃、私は少し違和感を感じることが出てきた。それは夫の稼ぎについてだ。夫とは話し合って、毎月お互いに10万円ほど共有口座に入れるようにしていた。最初の1、2ヶ月はちゃんと10万円を夫は入れてくれていたのだが、3ヶ月目から夫はいきなり半分の5万しか入れてくれなくなったのだ。まあ私自身が稼いではいるので、別に生活が苦しくなるわけではないのだが、結婚してすぐにこうも約束を破られてしまうとちょっと今後が心配になる。ねえ、家に入れるお金だけど、なんで急に減ったの？私は我慢せずにちゃんと話をしようと思い、そのように聞いた。すると夫は頭をかきながら、いや、ちょっと会社の経営状態があまり良くないみたいでさ、少し給料が下がっちゃったんだよ、と言った。え、そうなの？大変なのね。まさかそんなことになっているとは知らなかった。でもそれなら、前もってそういうことは報告して相談してくれればよかったのに。ああ、ごめん。ちょっと恥ずかしくてな。そうかもしれないけど、勝手にこういうことをされる方が信用を失うわ。そうだな。悪かったよ。今後はちゃんと報告するようにする。とりあえずは夫もそう言ってくれたし、私も納得はしたが、このようなことが起きてちょっと夫に対して幻滅したのも事実。そして夫は一度報告すればいいと思い込んだのか、どんどん家に入れるお金を減らしていった。すまん、今月は3万でいい。今月は2万でいいかな。1万で勘弁して。こんな風にどんどん減額していき、最終的には私にお金をせびるようにまでなった。今月ピンチだから2万貸してくれない？小遣いが少なすぎるんだよ。俺より稼いでるんだからいいだろ。そんな風にどんどん厚かましくなっていく夫。さすがの私も我慢の限界だった。ねえ、マサト、あなたもちゃんと会社勤めしてるんだよね。それなのにどうしてそんなにいつもお金がないの？最初に話し合った時はお互いが10万を入れるはずだったのに、今では私が2人の生活費を全部支払ってる状況じゃない。いくら給料が減ったからって、これはちょっと普通じゃないわよ。私がそうやって怒ると夫は罰が悪そうに、ごめんと謝ってきた。いや、いろいろと付き合いとかあるとさ、ちょっと出費がかさんじゃって。夫はそのように言っていたが、私はなんだか怪しいと思った。本当にこの人は働いているのだろうか。私はある日、夫がいない日を狙ってこっそりと夫の部屋に入った。そこで申し訳ないと思いながらも、引き出しを漁った。私が探しているのは給与明細だ。夫がちゃんと会社勤めをしているなら、ちゃんと給与明細にそれがわかる内容が記載されているはずだ。夫の引き出しを開けると、乱雑にしまわれている書類の束があった。
そこで私は根気強く一枚一枚調べていった。すると最近の夫の給与明細を発見。私はその内容を見て驚いた。まず給料の金額が8万円程度なのだ。え、何これ。そして出勤日数を見て私は驚いた。なんと先月の勤務日数が9日しかなかったのだ。さらに2ヶ月前の給与明細を見ても同じく9日だった。どういうこと？私は何が何だかわからなかった。会社名は確かに結婚前に夫から聞かされていた会社だ。だがこれじゃあただのバイト状態だ。夫はずっと私を騙していたのか。だが結婚当初は夫もちゃんと10万円を家に入れていた。あのお金は一体どこから工面したのだろうか。そして夫は毎朝私よりも早くに家を出ている。9日しか出勤日数がないのならば、家にいる日がもっとあってもおかしくない。仕事がない日の朝は一体何をしているのだろうか。私は気になり、ある日夫が家を出た瞬間にバレないように後をつけることに。数分歩くと、夫はとある場所の前で止まった。え、ここって。なんとそこはパチンコ屋だった。夫は開店前のパチンコ屋に並んでいたのだ。そして知り合いなのか、並んでいた他の男性と親しげに話している。私は急に怒りが湧き上がってきて、そのまま夫のもとに向かった。ちょっとマサト。あんた、何してるの？仕事に行ったんじゃないの？夫は私に気づくとものすごく驚いた顔をしていた。のぞみ。どうしてここに？そんなのどうでもいいでしょ。それより仕事じゃなくて、なんでパチンコ屋にいるの？私が怒ると夫は、ちょっとこんなところで怒鳴るなよ。とものすごく気まずそうにしていた。他の並んでいる人たちが何事かとこちらを見てきているので、注目を浴びて夫は恥ずかしいのだろう。とにかく説明するから家に帰ろうぜ。夫はそう言って無理やり私をその場から引き離そうとした。家に帰宅してから夫はすぐに謝ってきた。すまん、のぞみ。実は今日休みでパチンコ屋に行きたかったんだけど、のぞみはギャンブルとか嫌いって言ってたからなかなか言えなくて、嘘をついて言ってしまったんだ。本当にごめん。夫はそのように謝ってきたが、私は納得なんてできなかった。嘘はつかないで、あなた本当はもっと休みがあって、それでその度にパチンコに行ってるんでしょ。そんなことないよ。俺はちゃんと会社勤めしてるんだから。そう、それなのにこんなに勤務日数が少なくていいんだ。私はそう言って夫の給与明細を見せた。え、お前、それ勝手に。勝手に調べたことは謝るけど、でもこんな嘘をつくなんてありえないんだけど。あなたウェブデザイナーじゃないの？他にも嘘ついていることがあるなら全部話して。じゃないと離婚するわよ。離婚。それは勘弁してくれ。夫はものすごく動揺し、そして全てを話した。夫は実はウェブデザイナーではなく、ウェブ制作会社でデータ入力のバイトをしているらしい。そして週3日しか働いていないらしく、残りの日はパチプロをしているのだそうだ。パチンコでは稼げるときはかなり稼げているそうだが、ここ数ヶ月はあまり稼げていないどころかマイナスなのだそう。私は夫の仕事について知り絶句した。というよりこういう大事なことをすべて隠して、私を騙していたことに失望した。正直言って、もう離婚しようかと私は思ったほどだ。だが夫は離婚だけは絶対に嫌だと言い、何度も私に土下座をして謝ってきた。どうしようかと考えあぐねていると、そのタイミングで義母が怪我をして介護が必要になってしまったとの連絡が。
私は夫との離婚について一旦話を保留にし、義母の状態について確認することに。病院に行くと義母は力なさそうに笑いながら私たちに挨拶をした。お母さん、大丈夫ですか？心配かけてすまないね。普段ならこんな怪我はしないんだけど、お父さんがいなくなって私も一気に老け込んじゃったみたいだわ。ちょっとしたことで疲れたり怪我をするようになっちゃってね。ずいぶんと弱くなっちゃったわ。義母はそのように言って落ち込んでいた。義父は去年病気で他界していた。その時は私はまだ夫と結婚していなかったのだが、それでも何度か義実家に遊びに行かせてもらったことがあり、その時に義両親にはとても優しくしてもらった。私は数年前に親をどちらも亡くしているので、義両親はそういった状況を配慮して私に優しくしてくれていたのだろう。素敵な義両親だなと私は結婚前から思っていた。そして結婚後も私と夫は義実家をよく訪ねていた。その度に義母はとても温かく私たちを出迎えてくれて、美味しい料理を振る舞ってくれたり、楽しいお話を聞かせてくれたのだ。そんな義母を私は本当の母のように慕っていたので、義母が介護が必要な状態だと知り放ってはおけなかった。夫も母さんを支えるのに俺一人だけじゃ無理だ。望みの力が必要だ、と言っている。義母のことが心配だったので、私は離婚を取りやめて、そして夫と義実家に移り住んで義母と同居をすることにした。のぞみさん、本当にすまないね。いいんですよ、お母さん。私はお母さんの介護は苦ではないですから。私が介護をするたびに義母はそのように言って、そして感謝をしてきた。私は懸命に義母の介護をした。だが夫はあんな風に私に協力してほしいとお願いをしておきながら、自分は全く介護をしなかった。さらには自分の実家に移り住んだことで家賃がかからなくなるからと、仕事まで辞めてしまったのだ。私は夫に心底呆れたが、私はそれどころではなかった。私には義母という存在だけが大事な人だ。それに夫は一応プロを名乗っているだけあって、たまにものすごくパチンコで勝ってくる日があった。そういう時は気前よく自ら寿司とかをおごってくれた。一度はちゃんと恋愛をして結婚した相手だし、自分が選んだ人生なんだと腹をくくることにしたのだ。それからも私は義母の介護と家事と仕事を頑張って両立させていった。気づけば義実家で同居を始めて2年が経過。このような生活にも慣れてきていたのだが、義母はこの頃から体調が悪い日が多くなった。病院に連れて行かなければいけない日も増えてきて、結局義母は入院することになってしまった。私は義母を心配して毎日見舞いに行った。のぞみさん、本当にありがとうね。あなたがいなければ、私はもっと早くに亡くなっていたと思うわ。そんな、まだ元気になれますから、お母さん諦めないでください。いやいや、自分の体のことは自分が一番わかってるから。それよりも私が亡くなった後のことなんだけど。私は義母が死後のことについて話すのが嫌だったが、その内容に驚いてしまった。お母さん、本気ですか？ええ、私は本当にのぞみさんに感謝してるから。義母は本気なようだったので、私はその提案を受け入れることにした。それから1ヶ月後、義母は息を引き取った。義母は本当に自分の余命がわずかだということを理解していたのだろう。私は義母の死が本当に悲しかったが、それでも義母の最後に立ち会えたのでよかったと思う。そして私は忙しく葬儀の準備をし、義母の葬儀を行った。夫は何もしなかったし、義母の見舞いにも来なかった。自分の母親の葬儀なのに、葬儀中も退屈そうにしていた。私はとことん夫に呆れていたのだが、
夫は葬儀が終わると驚きの行動に出たのだ。いきなり紙切れを持って私に差し出す夫。何よこれ。離婚届だよ。離婚届。どうしてこんなものを急に。お前に遺産を使わせたくないから離婚すんだよ。遺産。あの家はな、売れば2000万はするらしいんだよ。だから俺はお前と離婚して、そしてあの家を売るんだ。これで2000万は全部俺のもんだぜ。今まで義母の世話をしてきた私をいとも簡単に切り捨てた夫。彼がどんなに私を失望させても私はその都度ちゃんと話し合って簡単には離婚しなかったのに、彼は自分の元に大金が手に入ると分かった途端に手のひらを返してきた。だが後悔するのは夫の方だ。彼は私と義母のやりとりについて知らない。離婚届を突きつけてくる夫に私はにやりとしてこう言った。あなた損したわね。は？どうした？損をするのはお前だぞ。それとも離婚を要求されて動揺して頭がおかしくなったのか。勝ち誇った顔をしながらそのように言う夫。私は内心ざまあみろと思いながら、向こうから離婚を要求してきたことはラッキーだと思い、離婚届にサインをした。夫はニヤニヤしながら、じゃあすぐに提出しに行こうかと言って私を役所に連れて行った。夫の箇所はすでに記入済みで承認欄の部分も埋まっていたので、私が記入したらすでに提出できる状態だった。じゃあ早速あの家から出て行けよ。夫は離婚届の提出を終えると私にそのように言ってきた。私はニヤッと笑い、こう言い返した。出て行くのはあなたの方だけど。は？何を言ってるんだ。お前は。いいか、俺は一人息子だ。だからあの家は必然的に俺の家になるんだよ。それでお前と離婚した今、お前には何にも残らないんだよ。だから2000万が俺のものになるって言っただろ。そのように言う夫に、私は義母からすでに生前贈与であの家を譲り受けていることを伝えた。え、嘘だろ。夫は信じていなさそうだったので、私は家に戻り土地の権利書を見せた。どうしてだよ。普通は俺が相続するはずだろ。なんで嫁であるお前に。それはあなたが全くお母さんを大事にしていなかったからじゃない。お母さんは介護が必要になってから、そして入院してから、あなたが全然お母さんを気遣ったりせずに私に全て任せっきりだったから呆れたのよ。だから私に家を譲ったのよ。そして私とあなたは離婚してもう赤の他人だから、この家はあなたとは無関係になるのよ。そんな。まあ納得はいかないけど、遺留分は支払わないといけないから、それだけは相続できるわよ。本当か。いくらだ。300万くらいみたいよ。でもあなたにはほとんど残らないでしょうね。え？私があなたの不倫に気づいていないとでも思った？え？パチンコに行くふりして不倫相手と会っていた時があったようね。すでに証拠写真も揃っているし、言い逃れできないわよ。慰謝料を支払ってもらうから、あなたの手元にはほとんど残らないでしょうね。そんな。じゃあ早速荷物をまとめて出て行ってね。私がそう言うと夫は顔面蒼白の状態で膝から崩れ落ちた。その後元夫は荷物をまとめて出て行った。私は弁護士を通して元夫と不倫相手から慰謝料を支払ってもらった。そして義母から譲り受けた家を売りに出し2000万を手に入れた。だがこれは義母から譲り受けた大切なお金なので、老後の資金として大事に使おうと思う。元夫は遺留分で得た金は慰謝料で消え、無職なのでボロアパートにしか住むことができず、
不倫相手にも捨てられたらしい。だがパチンコはやめられないらしく、現在は借金をして取り立てから追われる日々を送っているんだとか。一方、私は仕事を続けながら単身用のマンションで快適に暮らしている。しばらく恋愛はいいので、友人と旅行に行ったりしながら独り身の生活を謳歌しようと思う。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。